おはようございます。今日は11月22日、いい夫婦の日だそうですよね。相場はいい夫婦かというと、ちょっと混迷を極めているところかなと思っております。というのがね、通常テクニカルで私解説してるんですけども、テクニカルでは説明できないような事態がこれから起きるかもしれないんですよ。そういった時でも、やっぱりテクニカルでなるべく、ご案内をしていきたいとは思うんですけどね。これから国際情勢とか、原油の価格高騰などでですね、どうも円安ですか。これは急速に進むんじゃないかなと思います。これはテクニカルを超えた政治的圧力とか国際間の経済バランスによって起きることなんですよね。いや、そう考えていくときに、かなりこれからは指標がね、荒れるんではないかなと思います。すぐに相場解説入れなかったその理由ってのはここなんですよね。今回週が明けて114円の018あたりで価格はつけてるんですけども、どうもね、前回お話したレンジ幅ね、ありましたよね。114円の255、113円の785、この間に収まっているんですけども、倍に向かうのかなと思ってるんですけども、どうもね、それがですね、テクニカルではなくて、先ほどお話したような、もう国際間のやり取りで、日本のね、率直に言うと円の信任が失われ始めてるんではないかなというところなんですよ。日本円危ないぞというふうに考えられている節があるんですよね。これをそこで話すと長くなるんですけども、日本はね、十分な財政出動をしていない。つまり、緊縮で全然世界と歩調を合わせてないじゃないかっていうことで、評価が下がっているということなんですよ。岸田総理に代わって、財政出動をね、どんどんしていくのかと思ったら、いまいちしょぼいケチ、全然、市場に合わせていない、国際社会に合わせていないっていうところで、ただでさえ不利な状況の日本に、追い打ちをかけるように、世界から見放して日本をマーケットから外そうかというところで、円安がね、急速に進む、要するに円が売られ始めているということなんじゃないかなと思うんですよ。私たち投資家としては、そういう場合はもう円安の方にシフトすれば資産を増やしていけるんですが、ただちょっとね、そういう稼ぎ方ってのはあんまり嬉しくないですよね。この国が衰退して金銭的に貧しい人ができる、その失われた円というお金を投資家たる私たちが結局ね、海外のそういった思惑と一緒に駆逐してるということにもなるんですよ。話が長くなって申し訳ないんですけども、為替をやってるからこそ考えることができる深い日本へのね、懸念ですね、これはね。そういった前提がありますけども、今日もね、週が変わりましたんで週足から見ていきましょう。週足ですね。ちょっと力が入らないんですけどもね、どうも本当に。これからこの国大丈夫かと。今まで以上に思いますよ。唯一がね、株価の高値安定とかだったりしたんですけども、それもこれから危ないですよ。はい、こういったレンジを設けて、その間で長い間やってきたのが週足だったんですけども、ここをブレイクしてからというものね。さあ、ここでまたギザギザとボックスを作りかけております。先ほどお話したように、基本的には円安に触れていくと思うんですよ。悪い円安ですけどもね。ですから、売りに向かうことはないかなと思うんですが、短期的には売りもあり得る。それをこれからお話していきます。長期的には倍だと思いますよ。で、これが一日足なんですけども、ご覧のように全体から見ると右肩上がりなんですよ。下がってもそれ以上に上がる。つまり、ここ、値段が下がったでしょ。でも今それ以上に価格をつけてるじゃないですか。この繰り返しで、どん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 上がっていくのが、この流れなんですよ。下がったけども、前の高値以上に上がる。下がるんだけども、前の高値以上に上がる。下がるんだけども、前の高値以上に上がってますよね。で、今また下がっている。でも、前の高値以上に、これから上がるというふうに、見ています。これが、日足までです。でもね、4時間とか1時間になると短期的な視点で稼いでいかなくてはいけないんですよ。そこで出てきたのが、ご存知、これですよね。なんだかわかります？肩？頭？
肩、ヘッド&ショルダーじゃないですか、これ、うん、ただずっと稼がしてもらったレンジの領域がここですから、このヘッド&ショルダーは作動してもここで止まる可能性があるんですよね。まあ、ですんで売りに入るとしたら、ここを突き破ってからここまでです。ここまでね。これが4時間の見方です。じゃあ1時間で見ていきましょう、ね、今ねヘッド&ショルダーのショルダーがぶつかってるとこです。でレンジ幅も以前書いたように113円の785、114円の255を上下としてこういうふうにつけてます。一旦下の方に向かって行った場合、ここを突き破ったらね、セルの方で行きましょう。そうでない限りは見ていきます。ね、して、当然ですけども、ここを破ったら、バイで入るわけですよ。でもね、すぐに入るんじゃなくて、少なくともね、ここと、ここを結んだところ。ここを超えたらバイに入るようにしましょうか。114円の595です。ここを超えて上回っていったら、バイでエントリーして、ここまでを取っていきましょう。110円の945ね、この幅です。よろしいですかね。そういうふうに私は戦略を今週立てますよ。長期的には上の方に向かうと思います。円安に触れると思います。多分ね、120円とかっていうのを見る日もそんなに遠くないと思いますよ。まあそういうふうに私は考えてますので、まあ円の売り、こちらの方にね、ドルの買いですか、同じ意味ですけども、こちらの方に為替の方は力を入れて、まあ、日本経済は衰退するけども個人的には豊かになるという方法が投資家たる私たちには残されているということで、なんとか生き延びていきましょう。そして儲けたら近くのお店やそれからサービス、こちらの方でね、国内需要をかき立てるために一生懸命お金使いましょう。私は車が好きなんで、もう1台買って、そうすると車屋も儲かるし、保険屋も儲かるしっていうことになると思います。まあ無理やり買う必要はないですけどね。まあ、ちょっとね、変な話になりそうなんでこの辺にしときましょうか。とにかく今週は今お話したような形で攻めていきましょう。短期的には、ん、長期的にはんって感じですよはい、短期的にはセル、長期的にはバイですよね。またおいおい解説していきます。それでは22日から始まる週、今週も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。